初雪のタイミングが五星と五島で違って少しざわつく雰囲気いやーついに降ったね嘘全然こっち降ってないけどえマジもうこっち普通に積もっとるよやばまだ降ってないんや羨ましいいやまあ言うてこっちもすぐ降るやろ 雪のニュースを見ていてつい気になってしまうポイント。えー、富山がっつり振るにか。明日まで平野部で30センチで山間部で60センチ。てか家割と山側やけどさ、山間部って一体どこからなん ?30 センチと60センチの差はでかくないけ 大人になって毎年雪が降ると必ず上がる議題。いやー、降ったね今年は暖冬じゃなさそうやね。うーん、今年、スキー行くいや、ま、行ったら行ったやけど、もう体がしんどいんよ。わかるわ子供の頃のモチベーション異常やったよね。